皆さん盛り上がってますか？盛り上がってますか？いいね。 ありがとうございます。先ほどね、このリバープレイスとオスフェスさんのイベントがアイスブレイクの出演はラストとなってしまうんですけど、いろいろね、思い出がありまして、このリバープレイスでも何度かね、ライブをやらせていただいたり、あと今年に入ってアイスブレイクになってから、オスフェスさんにね、たくさん出演させていただく機会が多くね、あって本当に楽しかったね。なんかちょっと楽しくなってきた。たくさん出会いもあったしね。ここで出会ってくださった方もね、応援してくださった方も本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ここで大事な告知をさせていただきます。はい、8月18日が、私たちアイスブレイクラストライブが開催決定してます。はい、こちら、場所がアメリカ村ビヨンドなんですけど、そう、さっきみーちゃんも言ってくれたみたいに、この活動を通してたくさんの出会いがあったので、ぜひ最後もこの出会いを大切にパフォーマンスさせていただきたいなって思ってるので、友達など誘ってぜひアメリカ村ビヨンドにお越しください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。すごい汗が熱いけども、もうでも次の曲で最後ですね。はい、はいはい、次の曲は、サブスク配信もされてる曲なんですけど、はい、皆さんの手拍子が必要な曲となってくるので、もう結構最初の方から手拍子が必要やけん、おててってかわいい、おてておてての準備をお願いします。おてての準備を、はい、まあ、カメラ撮りよう人はね、バレないんやけど、できればこうしていただけると嬉しいですね。はい、では行きましょうか。はい、はい、それでは最後の曲聴いてください。マジックアイス。はい、最後の曲となります。皆さん手拍子をお願いします。せーの。You
パフォーマンスが終了となるんですけど、この後、ライブが終わった後かな、はい、にグッズ販売がございます。はい、あ、どうぞ。あ、で入っちゃっただけガチャガチャだったりチェキだったりたくさんあるので、ぜひアイズブレイクのところに遊びに来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、ではね、最後までね、暑い中本当にありがとうございました。この後もね、ライブありますので、最後まで楽しんでってグッズ販売の方にもお越しいただけると嬉しいです。はい、では以上アイズブレイクでした。ありがとうございました。